ラムリー男爵夫人、ジェーン・ラムリーは、イングランドの貴族女性で、初めて、エウリピデスを英語に訳した人物である。第九代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランと、その最初の妻、レディ・キャサリン・グレーの長女である。父のアランデル伯爵は、レディ・ジェーンと妹のメアリに高い教育を受けさせ、後に、ラムリー文庫として知られるようになる自分の蔵書を、充実させて、 子供たちに教養を身につけさせるべく使わせた。ジェーンは初代ラムリー男爵ジョン・ラムリーと1550年から1553年くらいの間に結婚したが、その頃ジェーンはまだ12歳から15歳であった。ラムリー夫妻には3人の子供が生まれたが、全員幼いうちに亡くなった。自身が学者、翻訳家、書籍収集家であったジョン・ラムリーは、 妻の文芸活動を支援した。夫妻は最初はダラムのラムリー城に住んでいたが、後にノンサッチ宮殿でアランデル伯爵と一緒に暮らすようになり、ジェーンはここで病気の父の面倒を見ていたが、父にせん立って亡くなった。ジェーンはラムリーチャペルに埋葬されている。研究と学識のため、ジェーンは生前から相当な有名人であった。ジェーンは イソクラテスの弁論をギリシア語からラテン語に訳し、またエウリピデスのアウリスのイピゲネアを言語のギリシア語英語に訳した。この訳は三分で簡訳ではなかった。訳された時期ははっきりしないが、ジョンとの結婚よりは後である。ジェーンの趣向は父の文庫に保管されており、アランデル伯爵の死後はジョン・ダムリー自身の相当に大きい文庫に遺憾され、 1609年には王室の管理下に移った。ジェーンによるアウリスのイピゲネアの翻訳は女性の手によるものとしては現存する最古の英語の芝居である。ジェーン・ラムリーはジェーン・グレーのいとこである。ありがとうございます。